はい、テーマはこちら、うん、相撲と同じくこれが大事でございます。決まり手、はい、決まり手を確認するには出走表の上にあるこちらを直近4ヶ月から決まり手をタップすると見られるんです。ちょっとタップしてみますか。はい、ちょっと上に行くんですよね。はい、はい、上行ってもらったらね、これ見れます。すぐ、はい、はい、そうですね、そこですね、はい、そこのほら直近4ヶ月ここを押します。これもね絶対必ずほら出てきた、はい、はい、じゃあこの選手は、そこに逃げまくりさまとか書いてあるでしょ、漢字一文字、はい、ここにね、逃げまくりとか、さあと4つありますが、順番に逃げまくりさしマークといって、全てのレースの1着と2着にはこの4種類のどれかがつけられるんですよ。でもちょっとすみさん分かりづらいから、なんかボードとかあったら分かりやすいよな。実はございます。すごい用意してた、なんか見たことある。ここでした。失礼しました。すみません、あったんや。ここで登場でございます、うん、はい、説明してください。これはい、私でいいですか。いいよいいよ、全然いいよ。逃げは逃げて1着か2着、うん、まあ、さっきバック通ってる方が逃げる率多いですよね、うん、はい、そのまま行って1着か2着、うん、私はあのそれでまくってですね、まくりはまくってきて1着か2着、まくってってどう説明したらいいんですかね。まくる、まあ、後ろから、まあ、抜いていった、うん、これも大体先行選手のことを、ま、言いますよね。やっぱ先行選手で、ま、後ろからまくり行くっていうのもね、あの追い抜きとは違うので、やっぱそのまくっていくっていう言い方ですね、はい、はい、前に。で続いて差しは、うん、あの逃げの後ろにいる選手だったりするんですけど、それが最後ゴール際でキュッと、先ほどのレースが2番の、そう2番の選手 ね、ギリギリになってグッと、うんうん、あれが差し、はい、で最後ここマーク、これも大事よ、これ大事。どう説明するのがベストですか。これはゴ ー、ゴールするんですけど、うん、結局させなかった、マークしてたけど、うん、1着になれなかった、マーク回数それだけ後ろについてたっていうマークの、まあ、だから分かりやすく言えば、西野くんが一人でテレビ出てる、はいね、で、はい、ツッコミだらけだけどボケが2人いる、はいはい、あ、例えばね、僕と、うん、じゃあ極楽の山本さんがいた、はい、じゃあ山本さんをマークして山本さんがふざけた時に俺が突っ込んでやろうみたいな、だからその自分の同級の選手がいなくてもそのマークをしてればその選手についていくこともできる。やっぱり意識することによってレース展開も、あ、この選手もしかしたら、うん、この速い選手マーク屋だから、うん、こう一緒に入ってくんじゃないかとかって言って分かるね、はい、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。ちょっといや分かりやすくちょっと AR で、まあ、でもそういう、はい、そばについてて、そう、ずっと様子伺える人、そう、ちょっとこのレースのマーク点数、はい、ね、マーク点数が こちらあるのはですね、じゃあこのライン見れますか。はい、こうですね、ちょっと分かりやすくしましょう、うん、はい、このラインになってます。で、じゃあ最初マークのしましょうか。4番についてますね、うん、そして、この4番のマークが2だから、この4の人は必ず2の選手についてくるっていうのが見えるんですよ。だいたい2の選手が速いから、もしかしたらこうやってちぎれるんじゃないかっていう予想もできるんですけど、4の2がついてるんだ、この選手は絶対2についてくるな、だから二重丸のなぜかというと、ギリギリ直線で刺す、この4の選手の刺しが9入ってるんですよ。はいはいはい、2の選手はまくりが9入ってて、この4は差しが9入ってる、だからあれ、もしかしたら2が疲れたら4が入るんじゃないか、だから多分まだオッズ見てないですけど、2車単だと2442で多分1番2番人気だと思うんですよね、このレースの予想はっていう風に見れるということですね。だその後ろの3連単買う時は7の選手マークが1しかついてません。で競争得点が 66.70、 ちょっと低いですよね。あれ、もしかしたら7は外れるんじゃないか、だったらこの6の選手が後ろにつくんじゃないか、うん、結構そういう予想もできる。だから4番の選手はマークが2、1番マーク回数が多いですから、うん、2の選手にはついていくよっていうのが見えます、うん、そうです、はい、必ずそのマーク選手がマークの点数、マっていうところの点数字が多いと後ろについていける確率が高いよってことを見えてください、うん、そうです、はい、逃げる選手の後ろのマーク屋、これがマーク屋です。